こんにちはライオンン英語チャンネルです今日はですね、英語の多読多聴におすすめな、ナローリーディング、ナローリスニング、ナロービューイングという3つの学習法を紹介したいと思います。この3つ、初めて聞く人も多いかもしれないですけど、すごく効果的なリーディングとリスニングの勉強法で、知っておくだけで今日から取り入れることができるので、ぜひ、普段の学習に取り入れていただければと思います。 この動画の対象者なんですけど、この動画は英語初級から上級者までどのレベルの方でも見ていただけます。具体的には英研究とか TOEIC 満点も持ってますとか、それ以上のレベルの方までどのレベルの人でも取り入れて実践していただけるっていうような内容になってます。はい。では、マインドのことなんですけど、このチャンネルが初めての人もいると思います。僕のプロフィールをスライドに貼っているのでよかったらご覧ください。オンラインスクールの英語ジム l i n e とひよこというのがあるんですけど、の代表をしています。ホームページもあるので興味がある方はぜひご覧ください。そしたら この動画の概要です。今日は7点ですね。最初にリーリング・リスニングでインプットの量を増やすにはという話をします。その後、リーリング・フォー・プレジャーとかっていうのを聞いたことがある人もいるかもしれないですけど、楽しみながらリーリングしたり、楽しみながらリスニングしたりっていう話をします。で、その後に、ナローリーリングとは、そしてその具体例。4番目にナローリスニングとはっていうのを話してからナローリスニングの具体例。そして5番目でナロービューイングとは、で、6番目でネットフリックスや YouTube リスニングなどについて 話しますここで Google Chrome の拡張機能などについてもの話をちょっとして最後に7番目で注意点っていうような感じの流れでいきたいと思いますはいでは早速なんですけどこの動画は主に2冊の書籍を参考にしながら解説します両方とも中田達也先生の書籍なんですけど英単語学習の科学と英語は決まり文句が8割という本を参考に解説しています表紙はこんな感じですどちらから読んでも OK なんですけど本当に両方ともすごくいい書籍です英語は決まり文句 8割の方はもう特に第一章が素晴らしいので、ぜひ第一章だけでも読んでいただければと思います。あで、中田達也先生は第二言語習得の研究者です。どの本も本当に素晴らしいので読んでみてください。 ではですねえっとまず「リーディング・リスニング」でインプットの量を増やすにはっていうようなタイトルになってるんですけどこのチャンネルを見ている方は割とおそらく言われなくても分かっているような方が多いかもしれないんですけど英語学習においてたくさん読むそしててたくくさん聞くっていうののははインンプットのトレーニングでで非常に重要ですよねしかしリーディング・リスニングでインプット量を増やすっていうのはまあみんな分かってるんですけど日頃からコツコツ大量に読むそして大量に聞くっていうのは継続することは簡単ではありません で、なんとなくリーディングやらなきゃ、リスニングやらなきゃっていう感じで、普段からやってる人の中でもテンションが上がらない英文で読んでるとか聞いてるっていう学習者は多いと思います。もちろん自分が馴染みのない英文を読む聞くっていうのは重要ではあるんですけど、テンションが上がらない英文ばっかり読んでる聞いてるっていう人は多いと思います。で、何を読むか何を聞くかのリーディングリスニングの素材を工夫するっていうことが非常に重要です。僕の経験上、素材を自分がやっぱりテンションが上がる素材 でやるるかってていうのを工夫してる人はそんんなななににはは多くいいような印象ですすもちろん中にますけどねでそこでよく言われるのが聞いたことあるかもしれないですけどリーディングフォープレジャーとかリスニングフォープレジャーというような風に呼ばれることがあるんですけど一番ベストなのは楽しい素材でリーディングリスニングをすることです当たり前ですよねただしですね楽しい素材がなかなか見つからないとかあと興味のある素材があったんだけど単発で読んだ単発で聞いたんだけどすぐネタゲレしちゃったみたいな経験もあると思いますその時に 考えててほししいい取り入れて欲しいのがナローリーリディングというやつですねこれはある狭いトピックに関連した複数のテキストを読むことというふうにさっき紹介した中田先生の英単語学習の科学とかでは書かれています例えばなんですけどその中田先生の書籍によると新型コロナウイルス感染症に関する複数の新聞雑誌の記事を読むと感染クラスター緊急事態宣言を解除する安全な距離を保つこと追加のワクチンを打つなど特定の you <laughs> 定型表現に複数回出会うことが期待できます同じ定型表現に繰り返し接することによりこれらの表現を身につく可能性が高まりますというふうに書かれているんですねなので例えばもういろんなニュースの記事を読むのではなくてコロナの記事だけ読みまくるみたいな感じのイメージですそれがナラオリーディングなんですけどでもコロナの記事を楽しく思えないという人もいると思いますなので自分の興味がある内容にだけ絞って読んでみるっていうのがおすすめです例えばですけど最近エリザ エリザベス女王が死去ししましたちょっとそのニュースを聞いてすごくまあイギリスのことに興味を持ったとかエリザベス女王のことについて興味を持ったみたいな感じだったらひたすらエリザベス女王の記事ばかり読むみたいな感じでまたはよくニュースで扱われる内容でも少し自分が例えば気候変動について興味があるとか AI が世界をどう変えるのかみたいなとかみたいのに興味があるっていう場合はそればっかり読むとかでまたはもう全然そういう硬い内容でっていうよりは 美味しいコーヒーを入れるには」っていう記事を読み漁る。 料理のコス楽しみ方とかね死ぬまでに行行くべき旅行先なぜ何なとかの映画は成功したかとかハリウッドスター誰々っていうのがすごい好きでその人についての記事をひたすら読むとか好きな歌手がいれば誰々の魅力とかじゃあジャズとかじゃあヒップホップとかそういうのが好きなんですとか動物が好きな人はじゃあ犬が好きですっていう感じで犬のことについてばっかり読むみたいなフィットネス美容ファッションでもいいですし健康でなぜ座りっぱなしは体に悪いのかなぜ人は恋をするのかのようなことですでいろんな トピックを挙げたんですけど少し難しいトピックでも例えばあのエリザベス女王のニュースとかって普通のニュースだとやっぱ使われないような単語もちょこちょこっとは出てくるんですよねそういうふうに語彙の難易度が少し上がるトピックでも何度も同じようなものを読むことで背景知識もどんどん深まってだんだんと読みやすくなるはずですっていうのがナローリーディングでナローリスニングっていうのはこれのもうリスニング版ですある狭いトピックに関連した複数のテキストを聞くことです例えばなんですけどこれ実際に僕の代表の生徒さん がやっていることなんですけど。 代表で、はもももう最初の入会時かからともう英検1級持持っっててまますすすと990点点満みたいいな人も結構いるんででよねでその方はこういう感じのレベルの方で,で、例えばなんですけど、ディズニー映画についてちょっと深掘りするポッドキャストがあるらしいんですね。なので、ディズニーが好きっていう方は、ディズニー映画のについてのポッドキャストをひたすら聞くみたいな。ディズニーのことばっかですね。とか、マーベル作品が好きとかだったら、マーベルについてのリスニングをひたす、ポッドキャストとかをひたすら聞くとか。で 僕結構旅が好きなんですけどバックパッカーの旅話のポッドキャストを聞く。 などです。当たり前ですけど同じようなね語彙があったりとかっていう風にしますしディズニーとかマーベイとか好きなものだったら背景知識もあって内容も理解しやすいですよねまた個人的におすすめしたいのがアメリカのニュースポッドキャストですねこれはポッドキャストで聞いてもいいですし YouTube で聞いてもいいんですけど同じ日の夜のニュースを NBCABCCBSPBS などアメリカの各局ではしごして聞いてみるがおすすめですでこれは僕が実際にやっていることですね以前で 動画でニュース英語4年間聞いてみたっていう動画を撮ったんですけど今アメリカのニュース毎日劇っていうのを5年以上続けているんですけど同じ日のニュースだったら異なるテレビ局のニュースであってもやっぱ同じようなニュースが流れてるんですよねなので同じような語彙に出会う確率がかなり上がりますそして内容理解も深まりますなのでまずは NBC で20分聞いてみるそれの後に ABC で20分聞いてみるとかっていう感じで曲をはしごする っていう風にすすすするのすごくおすすめです、すで同じニュースで本当に似たような単語が出てきてるなっていうのもすごくわかるはずです。アメリカのニュースについては過去の動画でアメリカのテレビ局の話とかアメリカの有名なニュースアンカーについては話動画にしてるのでよかったら概要欄から見てみてください。はい、その次です。3つ目ですね。ナローービューイングとはですこれは中田先生の本によると多聴においても繰り返し使用される定型表現ほど習得される可能性が高くなることが研究から示されています。定型 表現への遭遇回数をを増やす工夫をし,ましょうでナロうリーディングと関連した学習法にナロービューイングがありますこれは連続ドラマなどシリーズもののテレビ番組を視聴することですというふうに書かれていますでさらに複数のテレビ番組をつまみ食いするのではなく特定のシリーズを継続的に見ることで同じ語彙が複数回繰り返され付随的な語彙学習が起こります内容理解が徐々に容易になり繰り返し用いられる定型表現の習得が促進されるというようなことが 言われています、はい、で例えばなんですけど学生生活が舞台のラブコメとか旅がテーマのドキュメンタリー医療系ドラマ とかですね同じようなテーマで内容が進んでいくことがほとんどなのでこういう風にシリーズもので見るっていうのがいいと思いますただ一般的に医療系とか法廷とかが舞台のシリーズなどは専門用語がもちろん多くなり難易度が上がります語彙の難易度は上がりますアクション系とかもアクション系って見てると面白いんですけど専門用語結構多いですよねでまた会話がないアクションシーンとかも結構多い傾向にあるのでやっぱりこういうシリーズもので見るんだったら会話が多いものそしてより日常的な ものとか自分がが興味があるっていうようよな連ネットフリックスや YouTube でリスニング、Google Chrome 拡張機能の利用というふうに書いたんですけど、最近では皆さんご存知の通り、ネットフリックスなどの動画視聴サービスが便利ですよね。で、これらを利用することで、ナローリスニングとか、ナロービューイングが簡単に行えます。別にネットフリックスではなくても YouTube でも数多くの良質な動画があります。これも過去の動画で紹介しているんですけれども、ラングジー リアクターなどの Go の Google Chrome 拡張機能があります。これについて僕も使っているんですけど、こういう拡張機能を使うことで、リスニングの巻き戻し効率をめちゃくちゃ高めることができるんですね。で、リスニングの効率を飛躍的に高めることができます。なので、本当と Netflix とか YouTube で動画を見る人も絶対に拡張機能を入れておいた方がいいと思います。例えば矢印を押しただけで巻き戻しが簡単に行えるっていう感じですごく便利です。はい。最後に注意点なんですけれども、YouTube で動画を見ることは、ナローリスニングとも 言ええまますすしナローービューイングととも考えられると思いますただこの動画でお伝えしたいのはそれらの厳密な区別ではなくある特定のトピックに関連した英文を大量に読む聞く主張するっていうことの重要性です今日何回も言いましたけどなんとなくテンションが上がらない英文でリーディングリスニングをするっていうよりはやっぱ自分が興味があるものっていうのをなるべく読む何を読む何を聞くかっていうのを素材を工夫することがめちゃくちゃ大事ですで本当にこれ当たり前のことなんですけど結構工夫しない学習者 が多いです僕の印象だともちろんそのなんか苦行みたいなのが好きな人もいると思いますしこの動画でも言ったんですけど自分が馴染みない英文を読む。 聞くっていうのはもちろん大事ですただ大量に聞く読むっていう時って自分の興味が向くもの楽しい読んでて楽しい聞いてて楽しいっていうのは絶対に重要なのでなんでかっていうと毎日継続すするものなんですよねそれを習慣化させるためにはななるべくくスストレがが少いいもののでで読む聞くっていうのが重要です特定のトピックで読む聞くっていうのを本当に意識するだけでそういうストレスがかなり軽減されると思いますし習慣化のコツになるので。 ぜひ取り入れてみてください。はい。ライオン英語チャンネル今後も更新していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。高評価もしていただけると非常にモチベーションになります。オンラインスクール代表もやってます。興味がある方はぜひホームページ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。